フローズン様の映画にちなんでるんで、この周り凍ってるのが分かりますよね。こんにちは、ワッキーです。今日はゴーストバスターズライズオブザゴーストロードがバージョンアップ 5.0 になったということでプレイしてまいります。これ動画撮りながら音声も入れてたんですけれどもね、なんか録音されてなかったんでアフレコしております。アフレコで解説してまいります。一人でプレイするのでオフラインでスタートですね。で、ここでメニューが表示されるんですけども、ここね、メニュー変わりましたね。バージョンアップでね。どのミッションをクリアして、まだこれはクリアしてない、やってないよっていうのがね、わかるようになりましたね。で、エクストリームモードとかも切り替えができるようになってますね。これでまだ未プレイのミッションに簡単にアクセスできるようになりました。はい、そしてこちらが新しく追加されました、劇場版フローズンサマーにちなんだ新しいミッション。5つありますね。これね、ニューヨークにありますゴーストバスターズのヘッドクォーター、消防署ですね。あれがモチーフになっております。では、このミッション1からプレイしてまいりましょう。じゃあ、エクト1に移動します。冬がなこう、ゴーストバスターズということでね。はい、これがヘッドクォーターの内部に入ってきた感じですね。これ映画の中でも登場したと思うんですけども、フローズン様の映画にちなんでるんで、この周り凍ってるのがわかりますよね。このフローズン様の映画と連動したミッションということですよね。ここでなんかレイという人の声が聞こえてきてるんですけども、このレイってあれですよね。ゴーストバスターズのその原作にも登場しましたレイモンド・スタンツ博士ですよね。もう見た目でもうわかりますよね。ちゃんとこれ年を取ってるので、そのフローズンサマーの劇場版と同じような設定になってると思います。でね、なんかチョコレート缶を探してきてくれって言われるんで、それがこのミッション1ということですね。で、この新しく提供された武器、これがね、今までの武器と違って、この氷を溶かすようなビームが出せるんですよね。これでどんどん氷を溶かしながら先に進んでいって、はい、無事にこれで、チョコレート缶見つけることができました。これを持って帰って、まあ、お供えするような感じですね。でね、これ消防署なんでね、このポールからピューっと降りられるんですよ。おお、なんかもうこれ、ゴーストバスターズの映画の世界に入った感じになりますよね。はい、じゃあここで、はい、チョコレート缶収めまして、一応これでね、ミッションクリアっていうか、ミッション1のストーリーは OK なんですけども、これでなんかシナリオが進んでいって、はい、なんかキャラクターが凍らせられちゃいましたけども、これをね、また溶かしたりとか、で、このゴーストがね、このフローズンサマーのゴースト、新しいゴーストなんで、これただ引っ張るだけじゃなくってね、さっきの銃で一回溶かしてあげないといけないんですよ。溶かした状態にしてあげて捕獲するという感じですね。このね、トラップで捕獲するのは従来のゴースト退治、ゴーストの捕獲の方法と同じです。まあ、こんな感じで、ミッション1クリアっていうことなんですかね。このままなんかね、そのままストーリーは繋がっていてね、そのまんまこのミッション2に移動になりました。ベイエリアに移動っていうことですね。なのでね、このフローズンサマーではあるんですけども、ニューヨークが舞台ではなくて、ベイエリア、サンフランシスコにまた移動したような感じなんですかね。はい、これでやっぱ新しい武器を使ってこの氷を打ち破りながら溶かしながら道を切り開いて進んでいくという感じですね。おお、ここでなんか何やら目標が出てきましたね。これビビるんですよね。で、これがね、なんか日記を持ってきてくださいみたいなミッションだったんで、この日記を手で持って運ぶという感じですね。この操作方法、このミッションっていうのはギガトラップ回収と同じような感じですね。この日記を手で持って、両手で持って運ぶという感じです。で、日記から手を離して、氷を
溶かしつつ、でまた日記を両手で持って運んでいくと、ちょっとずつちょっとずつ移動していく感じですね。このギガトラップ回収のミッションね、ソロだとちょっとね大変だったんですよね。なのでこうマルチプレイで遊ぶとここは楽なのかなと思います。でさらにこの敵がね凍ってるので、一回溶かしてから捕獲しなきゃいけないっていうことでやることが増えますよね。しかもこの日記から手を離してる間はどん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 この爆発する方向に、ギガトラップ回収と同じような感じで日記の本がね爆発してしまうので、ある一定時間日記から手を離していると爆発してしまうということで、この辺がねソロだと忙しい感じでしたね。はい、まあ、これでちょっとここの敵はいなくなったので、どんどん先に進んでいきます。はい、でここがねちょっと間飛ばしましたけれども、最終的にスタート地点に戻ってきた感じですね。この日記を回収するというミッション、まあ、最後の場面ということですね。これでゴーストも無事に退治してこの日記を収めると。はい、これでミッションクリア。ミッション2つ目のミッションがクリアという感じですね。はい、ミッション成功ということで報酬いただきました。アルカトラズなんですねここはね。でそのまんまね続けるってやるとミッション3に自動的に進んでいっちゃうんですけども、今ミッション1、2とクリアしたところですね。でこれでミッション3、4、5と進んでいくと、ニューヨークの舞台にまた移動するのかどうかはちょっとやってみないとわからない感じですね。そしてねこのアバターなんですけども、新しくねアバターが追加されたんですよね。はい、この辺のキャラクターがねフローズンサマーに出てくるキャラクターたちだと思います。そうですよね。はい、これポッドキャスト、あの子供大きくなったポッドキャストですよね。こういったキャラクターたちもアバターが使えるようになりました。さらにねこの従来のアバターもね色が変更できるようになりましたね。これでねマルチプレイで遊んでいてもいろいろ区別がつきやすくなると思います。はい、ということで僕は勢い余ってスライマーのアバター購入してしまいました。これでマルチプレイとかで遊んだ時に僕はこのアバターでプレイすることになります。面白いですよね。あのゴーストがゴースト退治するようなそんな感じになってますけれども、はい、こんな感じでバージョン 5.0 アップデートが入りました。ゴーストバスターズマルチプレイで遊ぶと面白いので、これで一緒に遊びましょう。